ケルググっていいデザインしてるよねに対するみんなの反応集をお送りします。今のんびりファーストガンダムを見ているけど、ケルググのデザインもいいね。ザクやドム、ズゴックもそれぞれ良さがあるけれど、それらとはまた異なる少し高級そうな量産機って感じが個人的に刺さった。まあ活躍はなんともなんだけど、そしてガンプラ作りたくなったけど全く売ってない。一般機はレアなのよ。キャノンとのコンパチができるからね。シャア専用機はたまに見つかるけど、一般機はレア。ああ、そういう事情が。量産機なら手に入りやすいと思っていたんだけどな。キャノンパーツも付属してるから結構人気なのよね。最終手段としてシャア専用機を量産型カラーに塗装するという方法があるぞ。俺はそうした。新金型のザクとシャアザクはシャアザク作りすぎて一般のザクが見当たらないという。まあ新金型のザクより旧金型040の方がランドセルがのっぺらぼうなことを除いてプレイバリューが高いのでおすすめ。情報ありがとう。ザクもほとんど見なかった気もするけど、もう少し探してみるか。プレイバリューが高い理由は、ザクマシンガン、ザクバズーカ、ヒートホークの他に、3連装ミサイルポットがついてくる旧ハイグレード UC。武器たくさん持たせたいのなら旧キットに限りますね。リバイブ版のザク2にミサイルポットが付属しないの地味に悲しかった。でもザクマシンガンやバズーカ、ヒートホークのクオリティは上がってるのよね。08番見ているような感覚だよ、あれは。何気に F2 型の方はミサイルポット付属してるんだよな。代わりにザクバズーカはないけど、なぜ劇中で出てこなかったミサイルポットがあってバズーカがないのかはなかなか謎である。MMP80 があるからそれで我慢しろ。ってことかな？F2 のマスターグレードは連邦仕様にヒートホークがついてきて、ジオン仕様にはついてこないという謎の仕様違いがあったなぁ。最終的にガンダムやジムと同じような武装配列になる兵器開発のお約束に。盾の形いいね。ジョニキの高機動型ゲルググ再現できるハイグレードでないかなとずっと願ってる。高機動型ザクのをアレンジして装着したような脚部がかっこいいんだよあれ。正体を再現したり自分専用機を作ったりすることができるから量産型は複数回する人多いんだよね。ハイグレード UC 系も今全然見ない気がする。地域差もあんだろうけどさ、ザクやドムに比べると微妙にヒーロー系というかスーパー系悪役の名残が感じられる顔してんのよね。なんでなぎなたなの？という疑問がずっとある。メタ的にスポンサー事情なのかもしれんが、ロボット界隈において束の上下に歯のついた総人権をなぎなたと呼ぶと勘違いさせたゲルググさんの影響力すごいよね。本来のなぎなたはむしろ槍に近いボールウェポンに短い刀のような歯がついてる武器なのに。ぶっちゃけガンダムの使うビームジャベリンの方がそれっぽいよな。本編だと投げる使い方はあまりしてないし、ジャベリンって投げ槍という意味だけど、実際は槍のように使っているだけだもんね。そもそもガンダムのジャベリンはダイターンジャベリンとかの伸びる槍のイメージで、これまた誤用が根幹にあるという。ガウの上ゴリゴリも有名だが、投げるシーンもちゃんとあってバカみたい内力だぞビームジャベリン。ガウの上ゴリゴリも冷静に考えたらバカみたい内力してるけど。まずなぎなたっていうのにボールウェポンじゃないからな。刃の形見てなぎなたの先端っぽいって思ったのかもしれないが、これはタルワールとか青竜刀みたいな幅広の極刀だからなぎなたではない。宇宙という全方位に移動と攻撃ができるならもろは？お扇風機みたいにぐるぐる回転して襲いかかるって面白い発想の武器。まあ宇宙でもコロニー内や軍拠点でそんなことできるわけないので、やっぱ使いづらいわこのなぎなた。何考えて作った？ナターン絵みたいな。逆に未来的だったのか？人型だから剣や斧を思いつくような動きで振り回すより、当たるだけで損傷確定なビームが高速でぐるぐる迫ってくるみたいなのは恐怖だし、モビルスーツ開発の第一組織なだけあって他になかった発想なんじゃないかな。もろは、その上ぐるぐる回すことでどの方向から切りかかるかわかりづらくするためとか、いろいろ言われるけど、あのモーションとかビーム陣の形とか他にはない魅力があって個人的には大好きだったりする。量産型ゲルググ、アニメ本編だとラスト2話の背景にしか出てこないんだっけか。それでここまで人気になるのすげえよな。色味が好き。ザクワンと部隊組んでるという難機にカオスなシーン。多分ろくに部隊訓練してない生き残りと新兵の寄せ集め部隊なんだろうな。レンジだとなぎなたぐるぐるで弾防げたんだよな。なお実用性は、無印だと攻撃判定があってハメ技に使えたとか。なお DX で修正された模様。元のデザインもいいんだろうけど、サムネパ系のゲルググがかっこいいと思うんだよね。ゲルググは初代よりもダブルゼータの方がまだ活躍してる気がするのが悲しい。
まあダブルゼータの方は陸戦だし色も量産型カラーではないけど。メインブースター指示らしいんだが噴射してるしになるっけ？え、ゲルググそんな設計だったのか。モビルスーツのメイン推進機はスラスター、回避とか細かい動作に使う姿勢制御の推進機はバーニア。ゲルググのスラスターはスカート内側と足裏で腕のは宇宙用のバーニアじゃなかったか？そういえば基本仕様だとバックパックがないから分散されてるのか。高機動型やマリーネ、イエーガーだと腕は速射砲となっている。今さらっちゃ今さらだけど、ノーマルゲルググの腕装備は陸戦用のジェットエンジンだったはず。ゲルググキャノンをはじめとして武器に換装したバリエーションが多いのは宇宙ではデッドウェイト、陸戦型では補助しなくても十分いけるって感じだと思う。ゲルググキャノンって実は肩にビームライフル担いでるだけなんだけど、それが奥の手になる必殺武器装備してる感があるビジュアルになっててかっこいい。高機動型も一般販売しないかなぁと願って何年経ったか。せめてランドセル単体でもいいから販売してほしいとはいえ需要も微妙そうだしやっぱり無理かなぁ。ワンチャン金型が更新とかされたりしないか。人気ありそうだから新規キット出るもんかと思ってたんやがなぁ。高機動型は機数が少ないのが悪いんだ。ゲルググ MS イグルー仕様で出せば高機動型が出るかと。今のハイグレード UC の時点でプロポーションや可動域が十分だからリバイブ版来るとしても後回しになりそうだな。何気にハイグレード UC ドムと同じくらいにはクオリティ高いし。ゲルググも結構量産されたはずなんだけどな。外伝が出るたびにどんどん実戦配備数が増えてきてる気がする。確か当初の設定だとは、バワークーに67機だけだったよな。性能だけならガンダムと同等クラスの量産機だけど終戦間際だったから体制に影響を与えるに至らなかったっていう設定も渋いよね。装甲材はさすがに安価のだろうがガンダムと同スペックの量産機って当時としては破格だよなこれが。機体の方はかなり早い段階で完成してたのに、ビーム兵器の小型実用化ができなかったから終戦間際まで使われずに塩漬けされてた点が指摘されるけど、それ自体は割と妥当な判断ではあるのよね。ビームなしのザクマシやバズーカのゲルググジェ、確かに本体の性能は高いかもだけど一般兵が使う範囲じゃザクと大差ないわけで、すでに戦場にいるジオンの兵士はパイロットや整備班ともどもザクで戦う訓練しか積んでないんだから、ゲルググを送っても現場を混乱させるだけ。ビーム兵器っていう革新的な強みがない限りは基本的に戦時中に配備するもんじゃないよなって。まあなんかすぐに乗りこなすシャアがすごいだけで普通ある程度の慣らし運転が必要なはずだからな。基礎設計先にできてたけどビームライフルの小型化に手間取ってたのか。シードのゲイツってそういうところもスレイオマージュなんだな。ハイグレード量産型ゲルググって発売当時からずっとレアだった気がする。スネスラスターの後方火力を浴びないためにかかとをえぐらせたマスターグレード解釈は実は結構好き。ポーズの見た目からしてつま先を前にひん曲げるのは格好悪いし。ドムほどダム内部スペース部分の大きく取れないから、もともとあったスネ打ちロケット推進機を自回しないためにも必要なデザイン。プレ版で不思議なくらい売れ残ってるからなゲルググ系のキット。一般売りしたら売れはするんだろうけど優先順位は低いだろうな。このスレで通常版の作りたくなったけどなかなかねえな。アマゾンであるが明らかにプレ値だし。そもそも2007年発売の玩具がもう売っていないのは普通だからな。プラモは再販してくれるから感覚が麻痺しているが、ガクト兵ばかりかと思ったらエースに渡されるのが多くなってきたゲルググ。乗り慣れない新型に乗り換えて感覚狂うのを嫌ったエースがゲルググ拒んだのと新兵の実力不足を機体性能で埋めるのも目的として、ガクト兵がゲルググ使ってたなんて話だから、逆に言えば新型機にすぐ適合できたエースならゲルググに乗ってても別におかしくはないからね。今後もガンダムの反応集を配信していきますので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。